何かっていうか自分で決めるしかないんですよね。これがいい文章だ、はい、はこれを決めていないと永遠に、誰かのなんかなんとなくぼんやりしたいい文章みたいなものを追いかけ続けなきゃいけないなって、アエラーという雑誌があるんですけど、はい、あの雑誌が僕にとってのお手本なんですよ。はい、ずっとあれ読み続けてるんですけど、それを目的を貫通するためのツールでしかないので、単なるツールですいや本当にそう単なる道具なんで、道具にこだわってもしょうがないですよね。思いやりの問題ですよね。メール1本、スラック1本、全部そうです。助かってるんですけど、でもご本人たちはそのことにあんまり気づいてないんですよ。その強烈なタグに、強烈ですよね。むしろそのすごい寒いを強調する事実、数字、エピソードを探しに行った方がよほど相手には伝わるので、これが素材って話なんですよ。素材ってことですね。素材ってことです。今日はどうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。ちょっと早速なんですけども、上坂さんの、はい、肩書きってブックライター、はいはいはい、もうブックライターっていう職業というのは、はい、一般的にもう昔からこうあったものなんですか？実は昔はですね、ブックライターって言葉なくてですね、ゴーストライターとか言われてたんですよね。ですよね。ゴーストライターってよく言います、ね。はい、でこう聞こえ悪いですよね。泣き物そうそうそう。あ、なんかね、悪いことやってるみたいな感じのね。でも実際昔から著名な方々の代わりに本を書いてる人たくさんいて、うん、でそんなゴーストライターって言われてるうちに、やっぱこの世界を目指す人が減ってきちゃったんですよ。でいいライターさんがなくなって減ってきちゃうと、いい本もできなくなってしまうからといって困りましたということで、講談社の方がから声をかけられて、なんとかせえということでじゃあ、はいはい、名前を変えましょうって言ってブックライターって名前にしてまず 本を出して、あと塾も広げたのは、はいはいはい、そう3本立てで。今塾は何期目に、7期、あ、今6期まで終わってて、6期まで終わって春にやるはずだったんですけど、今延期になってて、ですよね、秋の開催予定になっています。いや、もうそういう、だからある意味ですね、上坂さんがブックライターというね、うん、このなんていう肩書きブランドをこう普及啓発しているというお立場でもあるってい う、まあ、そうですね、いい仕事なので、ぜひこの職業に入ってきてほしいということで、宣伝マンやらせていただいてますいや海外ではでも普通にそうね、例えばビル・ゲイツってあってライターの名前が載るっていうのが、そうなんですよ、海外では併記するのが普通なんですよね。はい、はい、ところが日本の場合はね、本当にゴーストライターで、うん、まあ、よく編集協力なんて書かれていると、ね、まあ、はい、出版業界の人がすると、うん、この人がライティングしたんだなとかね、うん、そういうふうに、まあ、推測するみたいなことなんですけどね。うんうん、まあ、本当10分、5分をね、惜しんでる方々、経営者の方々とかが、自分で書くことは大変なので、当然ライター立てた方が早いは早いと思うので、それも合わせて書いてしまった方がいいと思うんですけどね、アメリカみたいにして。まあ、多分そうそうそう。業界の慣習があるので、なかなか難しいっていう部分がきっとあるんだと思うんですけど。でも、上坂さん、そういうそのブックライターとしてね、こう活動されていて、うん、これまで何冊って数えられるもんなんですか？一応80冊ぐらいは、ブックライターって感じで、はい。すごい。あって、自分の本が39冊ありますんで、まあ合わせて120とか。そうですね、そんぐらいですかね。ああ、だいたい一冊にどれぐらいこう執筆時間がかかるものなんですか？もちろんね、こうインタビューとかこういろいろあるんで、あれですけど、取材を別として純粋にこうライティングっていうと、一応月に一冊ずつ書いてるんですよ。毎月一冊です。すごい。それは別の方の本を書くこともあれば、自分の本を書くこともありますけど、まあ基本月に一冊ずつと入ってて、スケジュールが。はい、ずっと順次やってきたっていうことですかね。すごいですね。仕事ですから、仕事。いや、でも、職業ライターというかね、プロフェッショナルとして、そこはもう、ペースを崩さず。そこは、そうなんですよ。ペースを崩さず。ちゃんとノウハウ、スキルがあればできるので、月に一冊本書けますから。はぁ、いやいや、なんかそう言われても、なんか、にわかに信じがたいところはありますけども、今日はね、どちらかというと、こう、見てる方っていうのは、はい、まあ、もちろんね、ライターを志望されてる方もご覧になってると思うんですけども、うん、一方で、普通の、まあ、ビジネスマンの方も、結構ご覧になられてると思うんですよね。はい、うんうんうん、もう、ブログとかね。情報発信するのにも、非常にその文章力が重要で、これから兼業とか副業とかっていう時代に、文章力がいよいよ重要になってきたなっていうふうに感じてるんですね。なので、今日ちょっとそういうオーディエンスとしては、ブックライターになりたい方はね、ぜひそれはそれで
ぜひ、目指していただければというところなんですけども、少し幅広く、ちょっと話を聞いていきたいと思うんですけども、はい、まず、ちょっと最初の質問がですね、はい、やっぱり、こう、プロから見て、これいい文章だなとか、うん、これちょっと良くない文章だなって、うんうん、多分いろいろこうあると思う。どういうところをこう基準に、まあプロの方は判断されて、また出版社の人は判断してたり、うんうん、読者の人は判断してるのかなっていうのを、ちょっと上坂さん的な視点で、いい文章っていうのはどんな文章なんでしょうか。のっけから身も蓋もないんですけど、はい、文章って正解がないんですよね、はいはい。同じ文章でも NG 出す編集者もいれば、素晴らしい文章っていう人もいるんですよ。そうなんです。だいい文章って、だから人によって違うんですよ。あ、じゃあ、上坂さんであっても、やっぱり編集者との相性だって、好みの違いって、あります。合わない人は、ね、70点しかくれないけど、すごく合う人はもう素晴らしいですって言ってくれる人もいるし。だ結局これってだから何かっていうと自分で決めるしかないんですよね。これがいい文章だ。はい。はこれを決めていないと永遠に、誰かのなんかなんとなくぼんやりしたいい文章みたいなものを追いかけ続けなきゃいけなくなっちゃうんで、まずは自分でお手本を決める。こういう文章が私にとってのいい文章。はいはい、自分で定義をしないといけないんで、まずそこから始まるんですよね。はいはい。定義をする。定義。こういう文章。上坂さん的にはどんな風な、ご自身のこう定義ってあるんですか？僕はこれ、まあ、後で少し喋ろうと思ってたんですけど、はいはい、20数年間ずっと定期購読してるアエラという雑誌があるんですけど、はい。あの雑誌が僕にとってのお手本なんですよ。ああ。はい。ずっとあれ読み続けてるんですけど、だから、はいはい。まあ、あれ朝日新聞系の総合週刊誌ですけど、まあ、適度な、漢字のと仮名のバランス。でもちろん朝日系ですから、ちゃんとした方書いてますから、文章の論理構成、はいはい、あと、一般の方が読みやすいような語彙の使い方、はいはい、しかもそれがそのビジネスから文化から、もういろんな切り口、社会からいろんな切り口で取り上げられている記事がばーって、同じトーンで続いてるわけですよ。あれをずっと読み続けてるんで、あ、こういうの書いてみたいなっていうのが、もう二十数年前から、コピーライターの頃からずっと憧れだったんで、はい、決めて。アエラって、まあ、変な癖もないし、スッと読めるし、はい、まあ、品がありますよね。品があるんですよ、はい。あれこそ、だから僕が一番目指したかった文章で、だからそこでいくと、わかりやすくて、理解しやすくて、さっと内容が頭に入ってくる文章が、いい文章。あえて言うなら、だと思ってますね。例えばですよ、ちょっと、情熱的なとかあるじゃないですか、はい、こうほとばしるような、うん、なんかびっくりマークがいくつもつくようなみたいなね、うん、そういうその情熱的な文章っていうのは、まあ、それはそれで好きな人もいるけれども、うん、上坂さん的にはもうちょっとこうクールな感じだっていうことですかね。そうですね、結局と文章って何がしか目的があるはずなんですよね。はい、なんか目的があって書くの で誰かに向かって書きますよね。それを目的を貫通するためのツールでしかないので、単なるツールです。いや、本当に。単なる道具なんで、道具にこだわってもしょうがないですよね。大事なことは何を伝えるかであり、誰に伝えるかなので。そういう意味で言うと、まあ、本によって誰に伝えるかってちょっと変わってくるとは思うんですけども、うん、はい、基本的に上坂さんが想定している読者って、のイメージっていうのもやっぱりある。あ、なので、毎回毎回ターゲットが変わるんですよね。はい。自分の本を書くときに、例えば、この最新刊、これ。いや、それね、そうですね、最新刊の。これのターゲットにしたかった人と、あと、多分、これをターゲットにしたかった人、違いますよね。マイクロソフトの本と、ファミリーマートの差が。違います、違います、違います。これ変えて書かなきゃいけないですよね。かつ、目的も違うわけですよ。沢田、はいはい、沢田改革について書いてる本と、マイクロソフトの改革について書いてる本、違うから、それ僕、目的、真の目的と、あと、ターゲットって言ってるんですけど、はい、目的と誰に伝えるのかってターゲットをはっきり定めないと、文章は成立しないんで、設計するんですよ、毎回全部。すごい。もうプロですね、やっぱり当たり前ですけど。これやんないと、どんなにこういうのにビックリマークいっぱい書いても、情熱的に書いても伝わらないですよね。そう。伝わらないし、だから受けてる方は何言ってるんですかって話になっちゃうんで、あくまで目的と、はい、ターゲットを設定をしないといけない。これは多分ブログを書くのも同じで、はい、誰もにベタっと、なんか世の中全般の人になんか知ってもらおうって書いても、小学生と、大学生と、50代のサラリーマンって全くほら、感覚も違うから、全員には刺さらないですね。だから定めちゃえばいいんですよ。今回のテーマは、これ30歳のもうサラリーマン男性、書くと。
とか、ね、ちなみにその澤田さんの本はだいたいどれぐらいのターゲットでこう考えられたんですか。これはね、これ挑戦者ってね出てるんで、ね、これは複雑なんですけど、まあ、基本的にはメインのターゲットは起業家です。はい、ああ。なるほど。企業家って、沢田さん的にはそんなに、こう、企業家に読んでほしいと思ってないんですよ。沢田さんはファミリーマートの、ユーザーに読んでほしい。ユーザーが、はい。買い物してくれる人に読んでほしいと思ってるんで、はい、頭には企業家を選びながら、描きながら、サラリー、ファミリーマートのファンの方に向けて書きました。だからめっちゃ熱いわけですよ、中身はもう。めちゃめちゃ熱いんですよ。でも多分こういう人が経営してるんだったら行ってみようかなっていうファミリーマートのファンの人もいると思うんで。なるほど。ついにそんな風に広がっていけばいいなと思ってるんですけど。すごいですね。汗がほとばしってる感じですね。汗がほとばしってます。文章もほとばしてますよ、だから。なるほど。語録がすごいので。いや、だから最初ね、本当に好きな文章を、この、まあ、いい文章として定めなさいっていう言葉は、一歩間違えると自己満足の文章をずっと書き続けてしまうことになるわけですよね。だからその都度その都度実は目的に合わせて、文章の形も違うし、内容も変わってくる。文章は読み手のためにあるんですよ。ああ。文章は自分のためじゃなくて相手のためにある。いや、恐ろ重いですね、はい。なんでこれをちゃんと理解をしておくと、ちゃんと相手に寄り添えるので、例えば今リモートワークやってます。はい。これこれについて教えてって言われました。この人きっとこのぐらい の程度しか知らないはずだから、ここまで書いて送ってあげようって思うか、はい。こんぐらいで送いいだろうと思って送るか、はい。思いやりの問題ですよね。メール1本、スラック1本、全部そうです。うわー、これね、重いと思いますね。そうなんです。ついついね、独りよがりで、相手のこと考えずに自分の都合ばっかりこうね書いてしまうというか、ことになりますからね。そうなんですよ。いや、そういう意味で次のちょっと質問が、どうやって文章トレーニングすればいいんですかって、もうね、塾もされてるので、その文章トレーニングの話に移ろうと思ってたんですけども、もうちょっと一筋縄ではいかないですね。まあ、なんというか、ある種、心理学的な、相手のことも考えながら、どう受け取られるかとも、受け取られるかということを考えながら、書かないといけないから、かなり高度な技術っていうこと。そこでいくとですね、実はだから、日常会話で皆さんそれやってるんですよね。だから、喋ってるつもりで書けばいいんですよ。いや、本当に。喋ってるつもりで書けばいいんですよね。だからなんか、文章になって急にね、みんなで、ね、文章書こうとするんですよ。まあそうですよね。なんかちょっとこう。そうですよ。こういう感じになる人もいっぱいいるんですけど。ネクタイグワッと締めてこう、はい。で、こう、過剰に丁寧になったりするんですけど、いらないんですよね。はい、で読んでる方は、過剰に丁寧に書いてもらって、あまり気にしてなくてですね、要件を早く知りたいわけですよ。何の話だとか。だからこう、過剰に丁寧にするよりは、過剰に書いてあった方がいい要件を1、2、3。いや、マジですなるほど。マジです、マジです。過剰書きに書いてあった方がいい。はい、はい、はい。で、もっと言っちゃうと、例えばメールバッと送ってきたときに、なんか、ダーってこう、開業なしに送ってる人いません？あ、ありますね、ありますね。はい。あれ、見にくくてしょうがないじゃないですか。はい。あれ、僕、見た目って呼んでるんですけど、文章の見た目を整えた方がいいんですよ。ちゃんと開業してあげて、スペースを。はい、はい、はい。どこにメインの伝えたい内容があるのか。で、パッと見たら分かるじゃないですか。だから、過剰書きで1、2、3って、あ、これだけ分かればいいんだっていう内容があればいいんで、そこに余計な言葉がいっぱい過剰に入っていたりとか、なんかギュッと詰まってる方が余計に読みにくくてですね。そうなんですよ。だから見た目。文章は見た目。見た目。あとね、タイミング。例えば、月曜日の朝に結構めんどくさいメール送ってくる人いるんですけど、忙しいですよ、月曜日の朝って。はい、はい。あ、金曜の夕方とか、時間を見計らってあげることとか、ね、はい、あと、やりとりをしたいて、どう見ても忙しいと分かってれば、なんかめんどくさいメール送らないとか、はいはい、ある程度相手のことを理解できてれば、例えば昼休みの、ね、前に送っときって、昼休みの間に読んでもらえばいいっていうふうに考えるとか、タイミング。はい、で、あと、いっそのことも簡単に送って、今からメールして、電話していいですかって電話しちゃう。ああ、なるほど、なるほど。そう、あと、そう、フォローする。それももう、もはや文章でもない。全然、はい、もはや文章でもない。でも、そのぐらいの意味では、ね、文章、買いかぶりすぎです。ああ。買いかぶりすぎです。ツールの一つなので、よりよく、スムーズにビジネスなりコミュニケーションが進んでいけばいいので、組み合わせればいいし、過剰書きでいいし、電話をね、してもいいし、そうタイミングを見計らったりとか、僕そっちの方がよほど大事だと思う。よっぽど重要ですね。そう。あとはなんか喋るつもりで書いて。はい。そんななんか、よほどひどい文章でなければ、ちゃんとわかるので。はい。
印象に残るような、なんか感謝のメールとかなんかないですかとか言われるんですけど、大体ほら、お礼するときとかって、具体的にお礼しますよね。あそこでご飯ごちそうになって、いや、あのステーキ美味しかったですよねとか、それ書けばいいんですよ、1キャップっつって。エピソード1個入れるだけでも、全然それだけで感謝の気持ちはもう圧倒的に伝わりますんで、エピソードが足りないですね、基本的には。いや、ちょっとそこはでも面白いですね。エピソードが足りないっていうのは、はい、一つやっぱり文章トレーニングの中で言うと、少しやっぱり具体的に書けっていうのは。そうですね。素材と言ってて、結局文章って、実は素材が成り立ってるんですよ。で、素材って事実、数字、エピソードの3つって僕言ってるんですけど。事実、ファクト。事実、はい。と、数字、はい、数字。あと、エピソード。エピソード。この3つ、実は、ビジネス書でも何でも、多分新聞でも、それとアイラでも、事実、数字、エピソードが全部。難しい表現もなければ、慣用句もないので、はい。それでいいんですよ。その事実、数字、エピソードを組み合わせればいいです。これでも、メールを書くときにね、事実と、数字はもうこれね、はい、伝えないといけないっていうのに書くんですけども、うん、さっきのね、あのステーキ美味しかったですね、みたいな、うんうんうん、ちょっとエピソードが入ってると、相手に伝わると。そう。いうことで言うと、なんかやっぱりポイントはなんかエピソードのピックアップの仕方になりそうな気がするんですけども。ぐっと親近感とか、その人の個性が出るっていうか。はい。うん。そのあたりはなんかこう、なんていうんですかね、テクニックというか、あるんですか、こう上坂さん的なこう、ね。結局実は、僕実は文章力があるとは全く思ってないんですけど、素材をつかむ力もあると思ってて。はい、目利き。はい。これだ、例えば、レストランに行った時に、はい、どういうエピソードがこの後に残るのかっていうことはいつも頭にあるわけですよ。なるほど、なるほど。何もしないと忘れちゃうの、全部。で、スマホにメモしちゃうんですよ。はいはい。出てきたワインの銘柄とか。メモしといて、後でお礼をするときに、その銘柄の名前入れて送るんですよ。ああ。とか。4番目に出てきたお肉美味しかったですね、とか、焼肉屋さんもね。なんとか。なるほど。で、なんかちゃんとメモしといて、忘れてしまうので、メモするんです。できるだけ。ああ、でもやっぱりそのエピソードをね、こう、でもこれが重要だって、その場でやっぱり、ちゃんとピンときて。です。アンテナを立てておくんですけど、だから、これよく説明する話ですけどね、小学校の保護者会ってか、授業の見学会あるじゃないですか。ええ。行ったら、感想を求めるでしょ。あ、そう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 。300人ぐらい。ちなみにね、上坂さんのお子さんと同じ、そう、小学校行ってるんで、そう。紙がね、はい、渡されて、こう、書けって言われる。あれ結構緊張するでしょ。そうそうそう。親御さんは。であれをだから僕と聞かれて、上坂さんやっぱ書いてる仕事だからあんなのあっという間に書いちゃうんでしょって言われて、いやそう3分ぐらいかなって言ったら僕仰天されちゃって、とかって言って、なんで僕はあれ参観日に行ったらずっとメモしてるんですよ。あ、なんか女の人の方が多い、お母さんの方が多いなとか、エントランスに入ったら下駄箱がきっちりきれいに揃ってるとことか、どんな絵が飾ってあるとか、どんな主人が飾ってあるとか全部メモしてるんですよ。で後からで、そう、その場の感想もメモしてほしい。なるほど。あれを300人に求めるもお茶の子さいさいで、ネタは全部あるので、それないと、何だったっけ、何書くんだっけになっちゃうんですよ。素材です。素材はいつも、で、僕はその、後で書くことをいつも考えながら、こう、行動しているので、常にそこに意識が立ってるんですよ。何が面白いのか。なるほど。何が書くにふさわしい素材なのか。忘れるとね。それで言うと、やっぱりエピソードっていうのはリアルに落ちてるんですよね。そうですね。だからネットに事実もあるし、うん、数字もあるし、はい、今やね、ネット調べれば何でもわかるって言われてるけれども、ね、実はエピソードだけは現場に行かないといけない。で、ツイッターも一時情報来ますけど、うん、フェイクニュースも多いですからね。そうですね。実際にちょっとソースに当たらないと本当かどうかわからないみたいな、うん。そういう意味で、やっぱアンテナの張り方が、そうですね、その文章力というか、その伝わる文章を書くためのポイントになってくるんですかね。そうそう、電車に乗ったらもうあれですよ、ブログのネタの方向ですよ。もう書いてないけど。なんでこの人白いメガネしてんだろう、これ始まった。いろいろ妄想がわーって広まって。すごい。そうなんですよ。面白がっちゃったら何でも面白がれるので、面白がろうとする力っていうか、その素材を見つける、はいはい、素材 にアンテナ立てる力。だから素材がいっぱいあると、例えば商談しますよね。商談の間も相手が結構いいこと言ったりするわけですよ。はい、ああ、今なんかすごいいいこと言ったってちゃんとメモしといて、あとでメールするときに、あの一言良かったですね、とかってつけておくわけですよ。はみたいなことをやると、絶対喜ばれますよ。どんな過剰なね、そうですね、丁寧な言葉よりも全然向こうで響くので、あ、ちゃんと聞いてくれてると。
ブックライターとしてこう本を書くときにインタビューをしてこう書くわけですよね。はいはい、そうですね。そのインタビューのやっぱりコツでもあるわけですよね。そうですね。まあ、インタビューはもちろんメモをしながらでもあるんですけど、結局そのメモを取る行為って相手に対する敬意なんですよ。誰か僕喋ってる時に誰かがやっぱりメモを取ってくれたら嬉しいじゃないですか。はい。はい。その姿勢を見せておくことがすごく大事で、で気持ちよく喋ってもらうと。質問の仕方なんかもやっぱり工夫されてるんですよね。話しやすい話から入ってって、だんだんエンジンかけていくっていう。はあ。はい。どっけからあなたにとって仕事とはって聞かれてもね、答えられませんよね。そう。急にね、急に言われても。だんだんもう、それこそ、数字って一番喋りやすいんで、数字に関わることから始まる、入ってって、数字と間違ってないじゃないから、必ず、大体数字から入りますね。まあ、生まれはでもいいし、何でもいいですけど、はいはいはい、はい。大学卒ですかとか、そういう喋りやすいところに入ってって、だんだんこう、ちゃんと流れを切らないように、こう作っていくんですけど、で気持ちよく2時間1が喋ってもらうっていう。なんか一番インタビューしにくかったケースとかってあります？なんか、どうですかみたいな。実はですね、喋り倒す人はたまにいるんですけど、喋る人は困るんですよ。終わらない。逆に。はい。はいはい。一個聞くと、わーって、全然関係ないことも喋られちゃうと、はい。それは撃退する方がありましてですね。はいはいはい。手を挙げるんですよ。これ、不思議なんですけどね。喋ってる最中に、言葉で遮るって嫌がられるんですけどね。視覚で遮ると別になんとかなっちゃうんですよ。本当にでって止まるんで、それをすぐ話を切り替えて、また元に戻すんですけど。これ、奥の手なんですけどね、これ。すごい。もうやっぱりそう、長年のね、捨てられてますね。いや、確かに、わーって喋り始めてね、もう脱線していっちゃうと、これいつになっても、そうなんですよ。ね、本論に戻るのかみたいな。取り戻すには、こう、スーッと手を挙げるとですね。こうやって。こっちに、ええ、戻ってくるんですよね。不思議な場面ですよね。二人で話してるのに手を挙げるって。結構ウケるんですけど、それは。そうそう、さっきのあれですよ、トレーニングの話ですよね。ああ、そうそうそうなんです。トレーニングだから、実は僕、本人も書いてますけど、書くのも、嫌いで苦手だったんですよね。実は、こんな仕事してるんですけど、はい。実は書くの苦手で、昔は300文字書くのに1日かかってたんですけど、で、で、書くトレーニングって特に実は受けたことはなくてですね、ずっと。はい。自分の中でなんで書けるようになったのかっていうのを、振り返った時期があったんですね。はい、はい。その時になんか、あっと思ったのはさっき言ったアエラだったんですよ。アエラをずっと読み続けていて、だから、自分がこんな風な文章を書きたいって言葉が、多分自然にこう染み込んでった。だからおすすめで読むトレーニングなんですよ。ああ。書くんじゃなくて読むトレーニング。それは単に読むだけじゃダメなんですよね。いや、単に読むだけです。あ、単に読むだけですか。はい。ただし、ずっと読み続ける。僕は毎週ね、アエラを来ますから、で、お風呂場で読んでるんですけど、今でも、お風呂で読むんですけど、全部一冊読みよりちょうどいいぐらいのボリュームっていうか、なので、ずっとやっぱあれを読み続けてるので、そうするとね、漢字とか、さっき言ったバランスとか、点丸の位置とか、論理構成とか、書き出しと締めとかって、やっぱ、自然に入ってくる。はい、はもうね、それしか思い浮かばないんですよ、書けるようになった理由が。今、実は現代の肖像って中のページにある、はい、半年くらい書かせてもらってるんですけど、ただ、よもや自分がいつか、そのアイラに書けると思ってないんで、そうなんですよ、これも本当偶然で、編集長と知り合いになって、書き始めたんですけど、5年ぐらい前から。人生わかんないですよね。時間はかかるんだけど、毎日毎日、例えばお気に入りのね、ブロガーさんの文章を読み続けるとか、お気に入りのコラムニストの文章を読み続けるとか、まあ、そこそこ そのクオリティのあるメディアを読み続けるとか、はい、そういう訓練をした方がいいですね。ただ、僕、個人的には、はい、スマホでも読めるんですけど、やっぱね、ただの文章って、肩に力が入らないんですよ。お金払って買うって、やっぱ大事で、やっぱり、本もそうなんですけど、お金払って買うから、ちゃんと読むんですよ。自分でその週刊誌なり、雑誌を買って読み続ける。それでね、皆さん、こちらをということで。ありがとうございます。早速、ありがとうございます。たまたま、次回このシリーズのゲストがですね、島田明彦さんっていう、はい、スポーツ誌のナンバーってあるじゃないですか。はいはいはい、うん。あれの編集部に10年間、そうですか。やかって、方で、今、地域プロデューサーとしてやってるんですけども、うんうん、今、思い浮かんだのは、ナンバーなんかの文章も、いい。そうですね。なと思いましたね。あえら
ぽいというか、はいはい、そうですね、僕が若い頃は沢木小太郎さんの昔のノンフィクション、はい、をよく読んでました、ね、はいはいはい、あの深夜特急とか出してる頃 の, あの いっぱいインタビュー集が実はあるんですよ。俳優さんをインタビューしたりとか、はい、演者をインタビューしたりとかってのがあって、すごく面白いので、沢木さんのインタビューも参考にしましたね。ああ、はい、うん。すごい僕好きだったですね。難しい言葉全然使ってないんですけど。そう、そうなんです。すごい素敵な、なんかその、ナンバーなんかはそのスポーツに詳しくなくても、ドラマがわかるし、うんうん、読んでて面白いっていう、うん。で、ビジネス書はビジネス雑誌はやっぱりそのビジネスを知ってる人が面白い。うんなんだけども、あえらはそのこと詳しくなくても、うんうん、ある経営者の話を読んでて面白いっていう。うん、でもね、そこの架け橋になってるところがあるんですかね。ナンバーなんかもよーく読んでほしいんですけどね。はい、あれ本当に全て書き手の人はみんな、はい、さっき言った、事実と、エピソードと数字しか書いてないですよ、はい。変な表現はしてないです。はい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 、はい。いい話を並べたら、十分素晴らしいストーリーになるんですよ。そう、あと構成もだから僕その喋るように考えるって言ってて、目の前にそのターゲットになる人がいるとして、はい、スターバックスで目の前にターゲットの人がいればどういう順番で喋るか、それは構成にそのまますればいいってよく言ってるんですけど、はいはい、これは実はプロが書いた文章に限らなくてですね、例えばメールをもらいました、はい、なんかこのメールすごいいいなっていうのありません？たまにこの人のメールすごいよかった、ストックしておくんですよ、ちゃんと。なんでこの文章が良かったのかを分析するんですよ。俺どこに伝わったんだこれ。真似をさせてもらうんです。はいはい。はい。だから今もスラックでも何でもやり取りしてる。これ全部勉強ですね。あ、これこういう言葉を送り込んだらこういう気持ちになるのかとか、あのマイナスの方も含めてもうすごいいい勉強されてるので、あ、これいいフレーズだなとか、このタイミングでこの一言いいなとか。忘れちゃうからメモした方がいいですね。それも。そう。いや、だからあれですね、読むトレーニングって言いつつ、その単に自分が楽しんでるというよりは、それをまた客観的に見てる自分がいて、ね、うん、あ、自分今こういい感じになった、うんうん、印象を受けたっていうことを、ちゃんとチェックしてるから。はい。ちゃんとチェックしてもらう。この文章がいいっていう。もったいないですね。で、それをもう、いただくと。パクらせていただくと。文章を書ける気がしてきましたというか、なんかあれです。みんな、ね、いい素材さえ捕まえてくれば書けますから、素材が足りないんですよ。うん、素材の捕まえ方、もう一回ちょっと聞きたいです。なんか面白いネタが身近に起こってる人、よく起こってて、ブログとかも面白い人と、うん、なんか自分の周りでは全然面白い出来事起こんないな、うん、で、上坂さんなんかね、電車に乗るともういろんなネタがあるっておっしゃるじゃないですか。その、なんていうんですかね、センサーの働かせ方って、なんか、それはどんなコツがあるんでしょう。さっき言った、自分のためではなくて、相手のためにやるっていう発想。はい。僕がどうして書くのが、今でも好きじゃないんですけど、書くのが好きじゃないのに、この仕事してるかっていうと、教えたくてしょうがないんですよ。僕が知ってる、誰もが知らないことを知って、それを人に教えたい、伝えてあげたい。役に立ちたいっていうのが僕の再開の才能のモチベーションなんですけど、はいはい、この気持ちを持ってるとアンテナが立つんですよ。ああ、なるほど。これを自分のための文章を書こうとしても多分立たないですね。だからさっき言った、読者、ターゲットを意識しろってそういうことで、ターゲットを意識してると自然にアンテナが立ってくるんですよ。ああ、なんかああいう人たちに何か言ってみたいなとか、そうなんですよ。そこがだからね、自分のために文章を書かなくなった瞬間にアンテナがどんどん立ち始めるんですよ。それ面白いですね。やっぱりある意味自分がメディアになるというか、そうですね、媒介になって、情報を伝えるっていう、うん。だってツールなんだもん、単なる。僕自身もツールなので。そう。それで加工して、その素材を選んであげることの方がよほど面白いっていうか、だからさっき言ったその目的と、ターゲットを設定するのが僕楽しいんですけど、はい、誰に向かって何を喋っていくかっていうことを考えていく。そんな風にしながら日々過ごしていると、やっぱアンテナが立ってきますよね。いやー、面白いな。まあ、うん、例えばですけれども、その副業、兼業とかっていう中で、はいはいはい、自分が新たにお客さんにしたい人たちがどんなことをね、興味関心持ってるかっていうのを、ちょっと意識しながら、街を歩いてみるってことですよね。そうです、そうです。まさにだから、例えば、世の中のトレンドを知りたいって思ってる人を想定すれば、うんうん、あ、こんな新しいなんかお店ができたとか。っていうのが目に入ってくるっていう。ですです。だからその、相手のことをイメージしないと多分、どんなに自分が面白がっていたとしても、ね、伝わらないっていうか、つながらないんで、
まあ、よく言うんですけど、そう、あの、自分が書きたいものイコール読者が読みたいものってありませんよっていうふうに言うんですよ。だから読者が読みたいものを書いてあげなきゃいけないんで、ってなると文章の意味ないじゃないですか。読みたいものを書くっていうことなので。なるほど。だからそうなんですよ、相手の立場に立つっていうか、相手のことを考え続ければ文章は出てくるし、素材は立ってくると思うんですけどね。なるほど。いやー、ちょっと反省しちゃいますね。なんか自分が読みたいものを書いちゃうんでね。まあでもいろんな感じ方ありますからね。僕はそういうの、ね、まあ、いやいやいや、でも。読みたいものを書いてるっていうのはいいと思いますし、僕はその方が書きやすいので書いてるっていうか、もともとそのね、モチベーションがそこにあるので、教えてあげたいとか、伝えたいとかっていうのがあるので。なるほど。今その文章力をその身につけていろんな文章を書けるようになると、なんか昔に比べてですね、もっとなんかいろんな可能性があって、今出てきたブログだとかもそうですし、まあツイッターみたいな SNS 系もそうですし、紙の本だけじゃなくていろんな、また雑誌にこうね、なんか文章を書くということだけじゃない、いろんな可能性が広がってるんですけど、一つはそのあれじゃないですか、そのブロガーさんとかノートとかね、ありますしね。ああいうところに、まあ、書くのが好きな人は書いていくっていうのを一個、あの、副業の成立の仕方としてはあるんじゃないでしょうかね。収益にもなりますしね、うまくいけば。そうですね。うん。いや、ノートはすごく今やっぱり面白くて、持続化給付金の、その、なんか、トンネル会社、トンネル団体だっていうね、あの話があって、サービスデザイン協議会みたいなところが、あれをこう掘り起こして、いろんなジャーナリスティックに書いてるノートの著者がいて。あ、そうなんですね。で、よっぽどね、こう、ジャーナリストっていうか、その、新聞とか雑誌よりも、マニアックに、細かいところをこう調査してるんですよね。そのね、世の中でこうなんか有名だったり肩書きがあったりということがなくても、こういうふうに文章でインパクトを与えられる時代になったんだなっていうのを、なんか改めてそれ読んでて思ったんですね。そうですね。まあ、あの、会社メディアにいたらね、中にいたら何がしかのこう圧力がかかってきますから、はい、それ全くなく書けるわけですもんね、好きに、まあ、何を書いても。今ちょっとファクトのチェックがね、結構大変かもしれないですけど。ああ、はいはいはい。まあ、と、まあ、職業にするかどうかは別にして、あの、そういうことはあり得る。で、あと、その、僕、タグって呼んでるんですけど、ある種の、こう、専門的な知識とか、自分にしかないような、なんだろう、専門領域みたいなものって、なかなか表に出す機会なかったんですよね。タグって、例えばどんな感じで、こう、立てればいいんですかね。かなりマニアックに立てた方がいいんですかね。いや、マニアックというよりは、相対感。例えば、僕の塾に台湾から来てる人いるんですけど、はい、台湾人の女性ライター、台湾に住んでる日本人の女性ライターってそんなにいないんですよ。はいはい、十分タグ立ってますよね。ああ、とか。なるほど。はい。はい、あと、同じく塾に、元ヤマト運輸、はい、今、現役タクシードライバーって人いるんですよ、ライターさんで。これもタグ立ってますよね。いやいや、すごいですね、面白いですね。タグ立ってるんですけど、でも、ご本人たちはそのことにあんまり気づいてないんですよ。ああ、その強烈なタグに。強烈ですよね。強烈。まあそこまで強烈じゃなくてもいいんですけど、多分いっぱいタグってあるんで、そういうのをもっとなんか自分で意識してほしいっていうか、相対化、相対的に意味で自分って何がなんかタグなんだろうっていうのを意識していくっていうか、それは大事にした方がいいような気がしますね。ああ、でもそういうことって、その会社で働いてるとあんまりこう意識しないですよね。そうですよね。もう自分のことを知ってる人たちが、うん、まあ人事部含めて評価してくれてるんで、うん、改めて自分にタグつけなくても、うん、あいつはああいうやつだって、なんか知ってるこう、まあ狭い世間の中でこう生きてるわけなんですけども、文章を書くってなると、ある意味自分の住んでる世間からちょっと超えて、そうですね。超えないといけない。こう旗立てるっていうね、ことになると、やっぱりそのタグ付けがすごく、うん、それは逆に言うと、でもなんか、ずっと中にいる方にとっては、それもタグなので。あ、タグです。僕知らないですもん、それ。25年にね、一つの会社に勤め続けてますみたいな、ね、ずっと経理畑25年とかって聞いたら、それすごい強烈なタグです、それ。ああ。強烈なタグです。確かに。だから、ウェブメディアも、よくね、記事だけ読むんじゃなくて、最近やっぱりプロフィール、ね、その方のやっぱりプロフィールを見て、うん、あ、こんな経歴の人がこんな文章を書くんだって、うんうんうん、結構、ふと考えると、見てますね、その。そうなんです。その相対感が面白いんですよ。誰が何を書いてるかっていう。なるほど。これはだから、かつてね、かつてっていうか、ライターとか、ジャーナリストとか、新聞記者とかって、
基本的にはいくつかの職業を得てる人は少ないんで、専門領域な実はないんですよ。経験してないから。でほら、お医者さんがライターになったりとか、はい、これ最強ですよね、これ。ですね。そう、薬剤師さんがライターになったりとか。でもアメリカってそうですよね。弁護士さんがライターやってる人もいます、ね、はい、人もいますし、ああいうの出てくると、すごい、なんかこうね、タグも立った、いい文章がなっていく。だからやっぱある種のこう、なんだろう。もしかしたらその専門家がライターになっていくみたいな流れが増えていくかもしれませんね。ああ。これいいことだと思います。そう。だって、どう考えても中に入ってね、石油の仕事をね、20年やったってから、ジャーナリストになったら、多分どの、石油担当大ジャーナリストよりも詳しいですよね。詳しいですね。そう。こう書くのが好きであれば、徹底的に自分の知識を深めてから、書く世界に入っていってもいいし、その、アウトプットがね、頭にあれば、インプットが入ってきますから。アウトプットしようとすると、また調べないといけない。そうですね。ですよね。はい、でそれにまたインプットが入ってきて、うん、入ってきますね、より自分の中の専門性が高まっていく、こう、うんうん、いい循環に入っていくっていうことなんでしょうね。まさしく。インターネットっていうのが一つの、まあ、ちょっとかっこよく言論空間だとすると、うんうん、昔だったらこんなマニアックなものが世の中にね、大っぴらに出ないだろうなっていう、非常にマニアックな記事も、うん、これ別にスペースが限られないんで、うん、どんどん記事になっていく。うん、だから、その、普段だったら、まあ、絶対に知ることのできなかった裏側の話とかも、うん、結構インターネットやっぱり出てきて、こう、知ることもできるようになってきた。それこそ、ね、病院の裏側がね、今どうなってるかっていう、はい、やっぱ今回、看護師さんの人が書いた病院の内側みたいなブログが、すごいリアリティもあるし、当然ですけども。そう、既存のメディアだけだと物足りないっていうか、やっぱ深掘りがすごいから。はい。とてもこんなのね、普通の記者には書けないっていうの記事がいっぱいあるじゃないですか。記事って書けないわけ。ここが、まあ多少荒削りだったとしても、そこはやっぱすごいなと思います。まあ特にその危機の時代だったから、まあ危機の状況にあったかなとは思うんですけど、でもここが難しいのは、この1ヶ月であっという間に変わっちゃったでしょ、状況が。はい。もうコロナ絡みみんなお腹いっぱいで。そう。これが難しいところで、読み手のニーズはどんどん変わるんですよ。はぁ。そう。これ僕相場感って言ってるんですけど、その相場状況がどんどん変わっていくんで、自分の立ち位置も変わります。例えば、さっき言った20年、電機メーカーにいましたっていうライターは1人しかいなかったのが、2人目が現れたら、これでも状況変わりますよね。とか、はいはいはい、どんどん状況変わっていくんで、その相場感をどうやって自分で、整えていくかっていうのはすごい難しいんですよ。今、ライターさんが多く悩んでるのは、1ヶ月で全然状況変わっちゃったんで、2週間前に書いた原稿がもう腐ってしまうわけですよ。ああ。そう。もうウィズコロナ、アフターコロナって言葉すらなんかもう使ってもいいのかどうか。そのぐらいちょっとこの1ヶ月、2ヶ月は早かったですね。もうちょっとびっくりしたんですけど、僕震災の時もここまで早くなかったかな、なんか。もうですね、まだ半年、1年はこうずっとその雰囲気がね、ありましたよね。だからやっぱりそのこう、例えば書き出しに気をつけるとかっていうのも、その社会状況によって変わってくるので、今なんかね、ほらコロナで重苦しいようななんかスタートから始まったら、ちょっとおかしいじゃないですか。ねえ、もう街を無事戻ってるんで、ええ、こういうのを空気を感じながら行かないといけないですよ。まさかでも今日文章の話で相場感とか出ると思わなかったですね。相場感は僕はすごい大事にしてるんですけど、大事なんです、はい、結局その、ね、成り立ってるのはこう送り手 と書き手と受け手の関係なので、そこやっぱ相場が当然発生してきますので、そのバランスを取っていかないと、はい、もう本しかり記事しかり絶対に成立しれないんですよね。そこでちょっともう一個で聞きたいのが、うんうんうん、いろんなね、その、まあネットの状況があって、批判とか、うんうん、誹謗中傷とか、うんうん、かそういうものもやっぱりあって、アマゾンのね、書評とかで、結構こう、うん、えっていう話もね、うんありますよね、書評とかでこう、書かれてしまうみたいな、うんうん。そういったところに、なんていうんですか、防御するというか、まあ例えば自分の心をダメージ受けないようにするとかって、うんうん、そういう心構えみたいなものってのは、あるもんなんです。すごいシンプルで近づかないっていう、はい、僕は個人的にネガティブなパワーのとね一切近づかないのではい、近づかないですね。じゃあなんかそういうのが例えばアマゾンのレビューとかに載ってなんか星1個みたいなことが見ないです。基本アマゾンのレビュー見ないです。あ、なるほど。基本見ないですね。エゴサーチもしないですし、そう、信頼の受ける方にきちんと叱るべきなんか評価をしていただければ、厳しいことも含めて、
十分だと思ってて、ダメ出しというよりは、そう、なんか嫌な思いをするために投稿されてるものに関して、見て嫌な思いをするって向こうのね、思うツボなので、なんとしてでもそこには乗っからないっていう、スルーですね。いや、そういう意味では、まあ先ほどもう本当冒頭から一貫してるのは、やっぱり誰に届けたいのかっていうことがまず第一にあるから、はい、まあ、その人に届けばね、目的があって、そうなんですよ。だからあとはその言葉ってすごい怖いものなのと思ってるので、はい、やっぱりあの人を傷つけたりもしますし、狂気でもあるので言葉には気をつける。で、普段からそのやっぱよろしくない言葉に接していると出てきてしまうんですよね、ネガティブな言葉とか、はい、僕は書く仕事をしているのでネガティブパワーは絶対嫌なんですよ。絶対僕ポジティブなのが好きなの でポジティブパワーを届けたいので、はい、ネガティブなものには近づかない、書かない、触れない、読まない。なるほど、はい、なるほど。うん、ましてやその、そのなんかこう、悪意に満ちてるものとかには絶対にあの、そばに寄りたくないですね。書いてる方はね、ほら、誰も見てないって思ってるんですけど、実はね、見てる人が一人だけいるんですよね。自分です。誰が書いてるか分かんないと思って、罵詈雑言の言葉をわーって書き連ねてるとすると、なんだけど、誰も見てないと思ってて、見てるのは自分が見てるわけですよ。罵詈雑言書いてる。自分が書いたことは分かってるわけですね。そう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 。そう。それって多分、自分は罵詈雑言を書くやつだっていうことを自分にインプットしてるわけです、ずっと。これは非常によろしくないと思いますね、ご本人。良くないことをしてる。そんな人に幸運が舞い込むわけないですよね。絶対に舞い込まないですね。今ね、スラックとかメッセンジャーとかいろんなツールが出てきて、LINE なんかもそうですけども、直接本人 の気づかないところで、まあ、悪口を言ったりとかね、こう、LINE での仲間外れとかいろんなことが起こってきてるんですけども、あれやっぱりつくづく思うのは、本人の前で言えないことをやっぱり書くべきじゃないっていうのはね、もう、そうですね。大原則としてありますよね。それでも正しくないことをしてるのは自分たちは分かってますから。ね、そうですね。そうなんですよ。その時に、実は自分にそれが。そう。自分を毀損してるんですよ、どんどん。跳ね返ってきた。どんどん毀損して、どんどん顔に出ちゃうんです、そういうのって。やめた方がいいと思うけどね。顔に出てますよって。僕は思ってるんですけど。なるほど。はい。まあだから文章を書くときも気をつけないといけないですね。そうですね。書くときも気をつけなくちゃいけないですね。できる限りポジティブにいきたいし。だからその、スラックなんかでもなんか、厳しいことをやっぱ書いちゃう人に僕がアドバイスしてるのは、ありがとうございますから入りなさいって言ってて、ありがとう全部ありがとうから入るんですよ。まずはありがとうって書いてある。これだけでも全然違いますから、印象。まあ確かに。はい。だってそもそもね、まあ、返信が来たことに対してのありがとうですからね。そうなんですよ、ありがとうなんで。実はどんな文脈でもありがとうは、ありがとう、成立するんですよ。ありがとうございます。はい、返信ありがとうございます。そう、メールありがとうございます。ありがとうございます。ここからやると、自分の心も落ち着くし、多分相手もワンクッション置いてから次のフレーズに読めるので、ありがとうから入ったらいいと思うんですけどね、めんどくせえと言わずになんかありがとうの一行なんで、はい、ありがとうって入れてから、上司も部下もありがとうから入っていったら、なんか、いい空気になると思うんですけどね。はあ。うん、まあ、ある意味、こう、素材から読者に、うん、まあ、いい空気で、こう、そうですね、素材をこう、届けていくっていう。はい。だから、上坂さんが変にこう、ね、途中のライターの人が、なんか、こしょ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 、こう、変に小細工をするのではなくて、そのままをできるだけ、さっとこう、流していくみたいな。はい、もう、素材が命ですね。良い、美味しい素材を集めれば、料理人も料理いないと。最もシンプルな。素材の美味しさで。素材の美味しさで。勝負。届ける。っていうのが一番なんか、なんか、大事だと思うんですけどね。ついついね、文章力を上げるためには、トレーニングはどうしたらいいんだ。なんかスパルタみたいな話になるかなっていう、ちょっと、半分期待、半分怖さだったんですけど、全然そういうことではなく。だからやっぱさ、申し上げた、その文章を買いかぶりすぎちゃってる人。なんか日本人ってもちろん言葉の美しさもあるんですけど、やっぱ文章っていうものに対してすごくこうリスペクトっていうかしてるので。言霊とかね、言葉もありますよね、はい。で、もちろんそれはそれでリスペクト大事なんですけど、あまりにこう肩肘張りすぎちゃうとおかしなことになっちゃうんで、もうむしろ肩の力を抜くぐらいにいた方がいいとかいうことを、やっぱあとその何よりもその素材が大事なので、素材に頭を向けた方がいいっていうことですかね。素材とその書く相手へのちゃんと敬意と、この伝えたい気持ちがあれば、自然にこう流れていくんで、その余計な言葉を見つけようとか、余計に表現しようとか、僕は形容詞を使うなっていつも言ってるんですけど。形容する言葉って、最も文章をダメにしてしまうので、はい。はい。そうそう、形容詞だけは使わない方がいいっていうふうに言ってるんですよね。なるほど。うん。じゃあ、名詞と
動詞と、もう事実ってことですね。そうですね。だから例えば寒いって言葉を、すごく寒いっていうか、温度計が0か35度を示してたとか、あと、軒下から30センチのつららが垂れ下がってたとか、手がかじかんで霜焼けだらけになっちゃったとかって表現した方がいいですよね。はいはい。すごく寒いっていうよりも。はい、すごく寒いって言葉をいかに文学的になんかね、頑張ってこう考えようとする人いるんですけど、いらないんですよね。むしろそのすごい寒いを強調する事実、数字、エピソードを探しに行った方が、よほど相手には伝わるので、これが素材っていう話なんですよね。素材ってことですね。素材ってことです。で、その時につららにちゃんと目がいってるというか、はい、センサーでキャッチしてるってことがすごく重要で。そこですごく寒いのを伝えたいと思った時に、すごく寒いじゃ伝わんないから、じゃあ何で伝えようって思ってみた時に、あ、これつららいいじゃんとか、温度計いいじゃんとか。で、これ出張行っても同じで、でっかい工場じゃなくて、なんかトラックが45台止まってたとか、東京ドーム25個分とか、そういうこう数字とか事実とかエピソードで、会社に戻ったら上司に伝えようってなってくるわけですよ。ただ素材に頭が向いてメモを取り始めるわけですね。だから帰ったらすぐレポートが書けるわけですよ。いや、ちょっと今、だから素材って言っても、本当に素材に目を向けるってことですね。本当に素材に目を向けるってことですね。本当に素材。だから本当のね、マグロがあったじゃなくて、黒光りして、なんかすごいこう、重たす、大きさがどん、何キログラムでとかっていう。ですですです。それを調べてこないといけないんですよ。その場で。現地では。その場で。その場でできる限りヒアリングし、取材をし。そういうことを。あとやっぱ僕書き手なので、書くことの怖さも知ってるので、はい。100% 真実かって言われたら、真実っていっぱいあるんですよね。どの立ち位置で物を言うかによっても違うし、はい、初めからね、結論めいたものが決まっていくこともあったりするから、そこはものすごく冷めた目で見るようにしてますね。情報に接するときに。いや、それ素晴らしいですね。すごく冷めた目で見るようにします。日本人って結局そのほら、答えは1個しか教わってこなかったじゃないですか。算数の答えは1個しかないし、国語の答えもね、A、B、C、いずれかに丸しなさいっていう。でも実は、答えもそうですけど、答えっていっぱいあるんですよね。社会に出たら。で、いっぱい答えがある中でどうやって調和を取っていくか、折り合いをつけていくかっていうのが世の中なのに、なんかどれ、正解じゃなきゃいけないっていうのになっちゃうんで、議論が噛み合わないんですよね。いいじゃん、それ、それでもっていう、いくつも答えがあっていいじゃんっていうのを前提で、物事に接したりとか、本を読んだりとか、ネットに接したりとかって僕はしてますけど、絶対に一個じゃないはずだっていう。その上でどう自分がその唯一の答えを出していくのかっていうふうに してるんですけどね。でもすごくいろんなお話を伺いまして本当にありがとうございます。なんかでもなんか素材が重要だ。で、その素材をできるだけ、曇りなき眼でね、こう見て、それを届けるみたいなところをね、すごく、お話をすごくヒントをいただいた感じがしました。少しでも役に立てれば。いやいや、もうすごいね、勉強になりました。で、改めて自分の読みたいもん書いてもダメだなと思います。ということで、はい、時間も参りましたので、はい、本当に今日は、お忙しい中、ありがとうございました。はい。じゃあ、またぜひね、いろいろ。はい。また、どうぞよろしくお願いします。はい。ありがとうございました。